お、入ってますこれ。ジャンボ。え？ジャンボ？ジャンボ？挨拶？つかみ的な。ジャンボ。来たのかな？はい。今日はね、今日もか。ちょっとビビリアユーザーなんですけど。はい。あ、ポップコーンになりますか。シャクシャク音入っちゃうからね、それ。ゲストにね、とても近世代のユウ、FAB さんに来ていただきました。拍手。どうも。こんばんは。FAB です。大丈夫？あ、今日サバイをね、下ろしちゃってるんで、はいはい、まあ、大体 2P からっす。いや、そんなんすか。まあ仕事帰りなんでね。そう、ただの仕事帰りです。いやー、じゃあ今日はね、最弱キャラのポチョムキンでね、うん、まあどういった動きができるのか見ていきますかね。いいですか、まあ、もういきなりもう対戦入っちゃう、はい、対戦入っちゃいましょうか。やりながらなんか、やりながら喋るのでもきついですよね、お嬢さんね。きついね。きついですよね。じゃあ、とりあえずやって、合間になんか、ちょいちょい聞きますわ。はい。まあ、この際にね、いろいろ質問も。はい。あ、そうですね。質問もお願いします。質問も。まあ、ツイッターもあるけどね、あんま来ないんで。あ、そうか。でもツイッターのアカウントを押したんで、ポチョムキン使える人、まあ、いないと思うんですけど、ポチョムキン使える人、もしいれば。いるでしょ。いや、まあ、いないんじゃないかな。この広大なネット世界だったら。いるかな。いるいる。めちゃめちゃ弱いですからね、あのキャラ。じゃあランクマやる、ランクマじゃないか、ロビー、わかります、ロビー、ロビー、ロビー、ロッタイさんあんまやってないですよね、そうなんだよね、はい、家の回線があんまり安定しなくてね。ああ、はいはいはい、確かに。どうしても2フレから4フレみたいな感じになっちゃって。ああ、まあ2フレじゃないときついですよね。あ、今度俺のマイクでかいらしいですよ。わがままだね、ロビー、うん、ロビーの、どうしましょうか。じゃあ場所、場所どこにしようかな。場所の、いやー、どうしよう、大阪、これ、ここ大阪の16なんですけど、どうしよう、一回出ますか。じゃあ、じゃあ一旦出て、どうしようかな。空いてるとこがですね、0人のとこないかな。てか大阪なの、東京じゃ、いや大阪じゃないんですけど、大体東京って埋まってて。あ、そうなんだ。ゼロの方がいいかな。ゼロ配信知らない人がやってる可能性あるんで。あ、はいはい、あ、そうだね。じゃあまず大阪抜けて、抜けんの、どうしよう。東京は埋まってますよね、多分。ちょ、東京見てみます。まあ埋まってるでしょ。埋まってますよね。うわー、何これ、大人気格闘ゲーム。ユーティギアイグザードってやつ。パチさん見てるか。パチさん見てるか。ダメだろ、東京やめましょう、うん、どうしよう、はいはい、じゃあ福岡、福岡どこだ。はい、ゼロゼロゼロ。あ、じゃあ福岡の8、福岡の8でちょっとお願いします。誰もいないで、丸をして、あ、いいか、いいか、それでいいか。あ、違うな、違うな、丸丸ですね、丸の、ここにロビールームを建てる、ここに病院を建てる、はい、で、で、ボイスチャットを、不可能にして禁止、不問、禁止じゃない、禁止、禁止、回数制限は4、対戦画面チャット、いや、サインドですかね。あ、そう、この対戦画面チャットを、はいはい、まあこれもなしにした方がいいですかね。あの後ろにコメント流れてる人は一応、はいはいはい、まあ、一応見づらくなるんで、オフ、うん、オフで、シェア機能、シェア機能って何でしたっけ。動画アップするみたいな、なし、いや、いいか、許可しますか、どっちもですよね。じゃあ許可、許可です。じゃあこんなもんかな、はい、で、ルーム名、ルーム名これでいいっすか、はいはい、確かにこれで、じゃあ福岡の8です、いいですか、福岡の8。キャラクターが変わってるな、三角、確かに三角、三角、キャラクターセレクト。おっと、いきなり来ましたね。え、もう来た、いきなり JT さん来ましたね。いきなり出待ちしてんじゃん、完全に JT、 いきなり JT さん来ましたね。セイントの出待ち勘弁してくれよ。しかもシン使ってますから、おじさんわからんことされるから、完全にわからんことやばいよこれ、マジ言っときますけど、竜王戦再びじゃん。今度は完全に負けた感じの、いや、これやばいっすよ、こういう、しかも一回勝ったら、消える可能性があります、JT さんの場合。勝ち逃げ。勝ち逃げ。いや、いいんじゃないかな、あんま大したことなかったよ、とか言って。まあ、そういうのもね。うわ、すごい。大悟、すごい来てるんだ。もう、チンチロ人で、暇つぶししてるから。
じゃそこで。はいはい。はい、じゃあ、まあ上から順番に、JT さんから。これ JT さんですよね。JT さんだ。そう。ん誰がハウコ。ハウコ。まあ確かに。これ JT さん。ぽいね。じゃ JT さんからちょっと。もう完全に個人名から始めてるけど。分かっちゃうでしょ。違ったらもう完全赤っ端だよね。いやいや、絶対一緒です。大丈夫です。でさ、俺の中マイク割れてるらしいんで、若干下げてもらえると。来ないけど。え、なんで来ないの ?JT さん。臆した。臆したのかな?おー、誰か来てくれ。じゃあ次の方?じゃあ次の方。わかった、早間勝ち。早間勝ちお願いします。もうチンチロいいんで、チンチロやめてもらっていいですか?診察待ちみたいになってんじゃん、これ。確かに。もうチンチロやめてくれ。あ、なぐさんもいる?いるんじゃない、これ。あ、いるわ、なぐさんも。完全撲滅体制が整ってるね。これ中村でしょ、これ。あー、ほんとだ。うわぁ。気持ち悪いレベルだな、これ。あ、もういいっす。早間勝ちいいっす。早間勝ちで。はい。これな、いきなり中村さんかな?しょっぱら中村さんがね。あけで何?危機としてね。あけで何なんでしたっけ ?16 だ。あけ19。19か。最上段にいるよ、あいつ。うん、まあ、はい、味方に来ないんだけどさ、もう。撲滅されます。4とか出てんじゃん。あ、まあ最初は。あ、いやいや、最初は、そう、最初はね。始まる瞬間で、ね、2です。はい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 。で、これ3とか4だったら、言い訳していいです。大丈夫です。はいはい。さあ、この組み合わせね。一応、ポチョムキンがやはりきついというどうせラグポチョムキンには勝てないから知ってるよ。さあ、いきなり減りますね、コマ投げ。さあ、ネット対戦でも曲が出ますね。さあ、おっと、画面見てる、画面見てる。確認してヒート。おっと、これは本当に、宮井有利なのか?とはダウンダッシュ投げ中段さあ動くところに立ち置いてあるさあ投げ早い多分この人世界で一番ダッシュ投げが早いかもしれないミディアスねこれさあ同じきついかおーっと確認してからのうわ早いさすがさあ、暴れている。こっちも暴れている。あれ?ラウンド取ったな。すごいな。普通ラウンド取れないんだけどな、これ。まさか先に取ったアーケードと違うからね。まあ確かに。とはいえ、ポチョムキンのきついキャラ筆頭と言われてますけど。早速。おっと、ジャンプリカウンター。スタンでも重ねて置き攻めに。いいけども回避。あできるかなあ、できる、できる。さすが。さあ、中撃いきます。中段、ネット対策余計見えない。見えねえ。おっと。おっと、コンボですか?あ、きつい。きつい、きつい。さあ、動いたところに。あれ、俺もそれ変わんないらしいですけど、どうだろう。こっちも見えなーい。しょうがない。さあ、これ11っすね。回しました。すいません。いやーすごい。このラグカでやるか。お、中段ガードしたが、これは厳しい。おお、取り返る。無理だよな。時間やる。ジョガしてる。ジョガする、ジョガしてますね。あれって。あ、これがちょっと緊張してるか、これヒット確認できた気を察知してバックダッシュラッキーおっと、おいしいけど状況悪い、結局うわぁこれはこの流れ次の2択頑張るしかない いやさようならあー、バストギリギリ下がりましたなしょうがないなかなか頑張りましたねなかなかこれなんか固めで、うん、マイケハンマーホールブレーキだったじゃないですかあれってどっちよりですか、うん、ゴブその前の技によるあその前の技です硬直が16フレームだからレベル4以上マイケレベル5でプラス2までいけるあプラス2いやこれ撲滅軍団強いんですよねマジでまあ撲滅軍団のトッププレイヤーだからね確かにおーっとどけら
同キャラ。まさかの同キャラから。手元見たいっすか。手元。ちょっとですね、カメラがね、2個しかない。あ、バツバツ出ました。はい、ごめんなさい、手元無理です。ごめんなさい、手元無理。しかし、ちょっと待てよ。俺がこっちか。どっちだ、色。俺が配信してる時より、やはりレベルが、入ってる人のレベルが高いというか、世界レベルですね。どれだけ気を使われてるか分かりますけど、私。いや、エンターテインメントだからね。その辺は。ああ、しょうがない。おっと、高い危険。この BGM なっちゃう。この BGM 落としたんだな。一応なんかポチョムキン系の質問でもいいし、イグザード系の質問を、してもいいんで、コメントでお願いします。は、このコメント、運ゲーに見えるんですけど、どうなの？運ゲーです。一応、知識差は出ますね。あ、ワールドクラスの部屋になってますね。お、なぜかラブ、え？ダブルアップしちゃった。ダブルアップなの？あそこ足バレアスキャンとかで。全然殺せる。あ、これどうも一応バーストを危険回しつつ、はいはいはい、じゃあその質問を届か。うおー、リバーサマイパーン。多分投げし込んでるけど投げなきゃいけない。そう、あの有名な実況でプレイした人ですね。やり込みの魔人がとうとうこの舞台へ。カウンターにしたけど、リーズは繋がらない。さあ、鍵にバースト始めましたね。さあ、3番が、うわ、遠かねー。さあ、ゲージがでもゲージがマックス。確認、ハンマーホール確認して、キキャンしたが、向こうもキキャンしてる。これで止めれるから、2択が。はいはいはい、な知識だ。お、なんだ、おっと、その中ボタン押しましたね。長押しした、セーフ。危ねえ。おっと、有利フレーム、有利フレーム。うわぁ、難しいことやんな。やられた。あー、こっからあんまり減らない。お、確認して、サイレントカード。いい。細かいな。はい、いけるかな。バーストができない。こっちよくわかんないから質問できない。ポチョムキンのハンマーホールってどういう対策あるのか知りない。まあ、ここで聞くことじゃないかとか言って、まあ、まあ、単純には多段技置いたりとか、ね、そうだね、多段技置くのと、あとはジャンプ攻撃を出しながらやると、はい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 、判定がでかいから、はいはい、一発止めて後ろに回るっていう。ほうほうほう。え、ジャンハンマーホール来たの確認して。そうそう、上り攻撃とかやると、はい、そうそう、一発耐えれるんだけど、はい、後ろに行っちゃうからハンマー出し切っちゃって。あ、で、はいはい、キャンされた場合どうなんですか。キャンされると空投げができるかな。あ、一応だからその選択肢も一応ある。向こうがやりづらいってことか。やりづらい。直打する時のレバーの持ち方ってどうしてますかっていうのもありましたけど、まあ、とね、自分はね、ワインとぶっ刺しの間の持ち方してて、はい、こうすると右斜め下がこう引っ張ってできるのね。カメラが足りないんだよね、うん、ちょっと申し訳ない。おっと、ファースト、これあれでしょ。あ、違う、これは誰だ、吉田さんかな。今日普通に配信で入ってきた人がのようですね。あのピンクのファーストしたらもう一人しか出てこないからさ。いや、まあ、確かにやつしかいないです。さあ、ハンマー確認して、この有利フレームをね、稼いでいくハンマーホールブレーキはやはりやり込みですよね。追加でもみんな動くね。配信してる時見たことないよ、こんなレベル取れてるね。うわ、確か発展中。はい、なんだこれ、どうすんだ。おい、どうすんだこれ。うわ、あー、でんかったー、しょうがない。早すぎた。また手を出ましたね。まあしょうがない、そういう方だったね。いやー、ずっとファーストのターンですね、これ。うわー、とうとう画面に、うわーっと、とうとう画面に
そうそう、ガミ走りとね、一発でバーストされちゃうっていうね。クラウト。さあ、大重ね剣。あーっと、はい、はい。おお、ちゃんと後ろ剣見てる。あれ、前受け身でも一応。前受け身だと前パンが。あ、後ろだからひどい。はいはい。確認しました、今。確認したよ。うわお。それぐらいしないと生き残れないよ。まあ、生き残れないキャラするらしい。あっと、しかしちょっと安いか。これ投げさんじゃないですね。いっていい。おお、よくそこ跳ね返した。どうだ。おお、できる。うわー、でも踏んでる。いやー、状況判断がね、すごいですよね、やっぱり。おお、2回跳ね返す。いやー、近づくの厳しい。厳しそうだな、これ。でも、弾いてよ。はい、チャンス。はい、飛び飛び取る。なんじゃこれ、相手も入った。おっと、おっと。お互い持ってるか、これ。もつれもつれ。おっと、はい、カウンター確認。はい、おっと、バータイマーだ。しゃあなし。はい。やばい、アイテム出され放題か、これ。あ、アイテム3回は出ますね。まだ大丈夫。後ろの距離があるから、アイテム3回は出ますね。これでどうかな。おあー、ダウンジ。あー、危ねー。できんかった。おー、当たったー。当たったな。頑張るな。やりますね。いつももうちょっと喋ってんの、井上。いや、別に。こんなもん。こんなもんですかね。あー、ダメ。すげえな、結構いるな。あ、アインマンもいますね。すごいね。そんなに倒したい。対戦者戻ってこない。エルフェルトに強い人もいるな。エルフェルトはね、怖いね。未知数だね。未知数ね。どうですか、ポチョムキンはやっぱり最弱キャラだと思うんですけど、いけるキャラとかいますね。一応こいつはいけるみたいな。いけるキャラ、いや、こいつはまあ五分つくんじゃないみたいなのやります。でもね、五分キャラいないんだよね。いないか、まあいないよな、いないよな。同キャラないか、残念ながら。そうそう、なんかこの間サトゥが海外行ってきたっていう話で、お土産話聞いてたんだけどさ、はいはいはい、そこでイグザードのやってる奴らがいたらしく、あ、はいはいはい、そうそう、向こうはなんかイグザードが割と期待されてるらしいよ。お、来た来た。で、その時にポチョムキン本当に期待してますんでって言って、でポチョムキン使い誰もいなかったらしいから。あ、そうなんですか。ポチョムキン確かにな。向こうポチョムキンはやっぱり生き残れなかったな。すごいね。有利つくキャラがいなそうなんだ。さあ、エルフェルトですね。8段かよ。8段ってトップランキングまだ、あ、ちょっと暗かったっすね。10フレ9フレとか出てるけど大丈夫これ。いや、でも徐々に良かったっすね。徐々に5徐々に4 3 2いきます。えそういうそんな感じなの。なんか確かにちょっと、まあいいんじゃないかな。ベノムはどうなんですかね。まあ今対戦の合間に決まったじゃん。おっ、エース当たらないんだ、すごいね。さあ、しかもこれ、ね、お医者さんね、このキャラあんまりやったことがないみたいなので、ワンチャン負けます。そうね、ツーチャン負けます。めっちゃ言い過ぎ。手榴弾がですね、飛び飛ぶ判定だと思うんで、ちょっとデコピンに返してみてはどうでしょう。そうだね。多分、飛び飛ぶ判定なんで。確かにラグがちょっと安定してないですね。めちゃめちゃ。嵐で、嵐気味でお願いします。さあ、今一回バーター入れてましたね、キキャンの。これは、残るんかーい。こうボタンを3つ押したんで。懸命なく、分かりなく。出すとどうかな。対戦。熱帯をね、5。使ってかないとね。おぉ、早いね。早い。ベノムってどうですか。ベノムのキャラランク。キャラランク、ベノムのキャラランク、はい。ベノムのキャラランクは、まあ、真ん中あたりにいるんだけどさ。別に弱くないっすよね。まあ弱くはないんだけど、割と器用貧乏なところがあって。うわ、厳しい、これ。今何されてるか分かってないですね、多分。何されてるか。いやー、できてる、できてる。相手がすごい。
減ってる。なんかリレーかかってもできる。おじさんあんま家庭をやってないらしいですね。これもしかやってないっす。ネット配信ほとんどやってないみたいで。まあ味方かな。味方はあるからな。やっぱ味方でやっちゃうよな。よし。うわあ、バクステ待ってから駒投げ。これできる？あ、できるんだ。バクステ待ってから駒投げ。試してみたらできた。ありますね。あー、あった。いやー、無理だったー。ネット配信だからね。まあしょうがないね。おじさんの超絶コンボ入んだよね。おっと、直下から駒投げ勝ってきたか。なんか分かってきたよ。直下ポイント分かってきたよ、はい、わー、直下ポイント分かってきた。直下ポイント分かってきましたね。A 戦でも言うてトルモばっかじゃないっすよね。言うてランニングますよね。言うてあ、そんなもないの。いや、対戦入るはず。ザトウとか結構入ってきましたね。あのね、最近入ってくるのはソルと、ソルか、ソルと、あとはイノ入ってこない。俺が入るわ。あ、そうか。イノを見るとどうしても対戦したくなる。イブクラ入るのなし。なしですよ。イブクラ入るなし。あとはね、誰が入ってくるかな。前はアクセルとか入ってきたんだよね。あとラムレザルも入ってきたんだけど、最近はなんか入ってこなくなったな。あ、なんで入ってこなくなった。ああ、ポテムキン戦仕上がったかなってなっちゃうかな。かもしれない。もう動きな、ね、数をやる必要ないなって言われてる可能性。ロイさんだ。ロイさんますね、こんなとこまでも。どうせ四角い方でしょ。あ、ロイって書いて四角いって書くんですよ。え、なんすかそれ。撲滅委員会の時は、ああ、そういうこと。そうそう、ロイじゃないです、はい、四角いですとか言わなかった。どうせ出すと食らうでしょ。ニカドの最強ソル来ましたね。さあ浄化してる、さあ浄化してる。みんな呼べば来てくれるのかな。カオティビどうなんだろう。まあラインスの対戦集中して、これ重さですから。おっと、ジャンプするまで読んでる。ただここから火力ダメージにつながらないのが一応向け送っていいかな。おお、反応してる。いや、確認して、あっとからの処理。さあケツが当たらない。空投げ失敗したら確認してケツで降りると。なるほど。おいしい。守るブレーキ早い。状況重視。メロ負けなされた、はい、ギャー。まだあるまだある。うーん、いや、でもこの体力怖い。ソウルはこの体力でも怖い。さあ、しかし一応安いか。おっと、空中ダッシュしている。勝手に来てるな。撲滅委員会一人撃退する可能性がありますね。うわー、こいつラグしてる。さすがは殺しに来てる。だ、9段なんだ。9段って全国とランクマンのトップ10とか入りそうですけどね。さあ、カウンター、カウンター。もう一回出てる。おっとー、そう、毎回ね、儀式中だけバーストされるっていうね。マイケルループ来ましたね。激ムズコンボ、マイケルループ。安いか。動画している。動画しているおかげでゲージがモリモリ溜まっております。あいたこで。いやー、しかし安いか。まだ大丈夫だね。とりあえず逃げる。うおー、前歯ないで。さあ厳しいか。正しい。おーっと、ガンダッシュ。な、長いね。一緒かな。結構歩いたな、うん、そうね、一緒読みでしたね。ちょっとお互い画面見てますね。いかんな、このレベル。さあ、離してくる。さあ、直下して駒投げ押し込みつつガード。わあ、さすがにリバサのブリッツが出んか。リバサちょっとむずいですよ、これ。むずいね。おっと、読んでいる。なんだなんだ。さあ、いろいろ出ちゃって、いろいろ出ちゃって、早すぎた。ディレイが19レイになっちゃって。さすが撲滅委員会で、こんなとこまで。いやいやいや、そういう作戦か。おー、すごい。ディレイ19レイやってんだ。なんだ、
なんだ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 ごめんごめん、それハンマーホールどうしようもないパターンじゃないですかこれ。そうそう強そうだよね、はい、いやジャンプしないっていうか、まあ、ジャンプが間に合わなかった。どうしたどうしたどうしたんだろう、なんだろう、すごい何が起きたんだ、水中戦始まった。19フレーで安定しやがったぞ。安定してほしくて数字で安定しやがった。これきついね。いいよ、はい、いや困らないが通って通しての19フレーの困らないが通してバーストじゃないかな、バーストしない。うわー特に時間離してない。やべえこれ。おいラネット入って待って、ラグダンクしたぞ。ガードが間に合わないな、投げ込み投げれんだ。これポチョバス通ると思うんですけどね。そう、俺もそう思うんだけどさ、あ通った勝ったのは勝ったなんだラグを制した。なんだろう、なんだろう、週末だからここまで遅い。なんだろう、これは初めて見た。呪いかな、呪いか、完全に見てるせいか、そういうことか、そういうこと、そういうことですかね、完全に見てるせいですかね。もうチンチロリンで決めようぜみたいになってるじゃん、これロイさん、切れてスタートボタン連打してるんですか。ラグで勝ってんだよね、四角いさんだよ。あ、四角いさん一人撃退しましたね、撃退したね、特別委員会も大したことねえな、ラグの上で平等だった。まあ、ラグポチョムキン超強いからね。確かに、そうですね、一回やった人はまあ抜けてくれた方がいいっすね。じゃあ丸ボタンを、お、はい、申し訳ないですけどテレ放題とか言われてるじゃん。いや違うんだけどね、ピポポポポポって言ってるやつでしょ。違うんだけどね。さあでもこっちは、ああでも大丈夫だな、投げさん来ましたね、全国大会準優勝来ましたね。さあ急にね、19フレから2フレになると逆に違和感を覚えるんでね、お茶さんに慣れてもらいたいですね。いやー殺しに来てる。さあラグを利用した、ラグ中段は強いよね、わかる、入り込んでいる。おっと相手割っていくが、相手の方がおっと、なぜかホルトが漏れたかな、ちょっと減るね。減る。旬だ。火力高えな。ナグさんは結構ネット対戦やってるから。知ってるね。殺し方知ってる。さあ。おっと、ちょっとハイ出すと、ちょっと手かけて。はい。ファジーできねえよこのゲーム。ああいいぞ入って。おっとうまい。おっと、爆弾入んなかった。爆弾入んかったなぁ。おい。確認、カウンター確認。まあ、死なないけどね。いや、僕ね、この強い人たちはちょっとね、やりたくないですね。別に。いや、流行るよね。引退したくないんで、別に。言って引退したくないんで。まだ引退したくないんで。いや、楽しんでいいのよ。まだね、まだ早い。かぁ、あの井上が。身も引いちまってしかった。PSO です、PSO。うわぁ。おっと、ゴーイング前で出さないの読み。さあ、持続出さない。おーっと、仕込んでいる。仕込んでいる。BGM はポチョンキンの BGM。さあ、ドリキック。うわー、バスターできんかったか。キキャンが。はい、お、毒も取れんのかい。おい、どうかな、毒も取れんのかい。取れる取れる。さあ、これはなかなか難しいラインですか。おー、手まで入れ込んだ。2K だったさあ、ここ踏まれてできちゃうの。できないよ。はい、はい、はい。おーっとーバラグっちゃうよね。公式大会全国準優勝がさあ、思うともしない FAB が、やはりコムのマージンが、とうとうこの舞台へ。これね、
ラグはね、ねトッププレイヤー凡人にしちゃうね。いやいやいや、でも今なかなかすごい。立ち回りは本当ね。いや、いい攻防でしたよ、かなりでも。うん、さあ、投げさんがね、これで帝の後の時ね。ああいやー、マジもう一回やりましょうよって感じ。来るね。マジで普通に入ってきますよ、多分。いつも入ってこない。完全にムカチャックハンドとか言ってる、あいつ。いつもの。あ、これアイマンですよ、アイマン。アイマン入ってきた。アイマンそういうプレーすんの？みんな知ってる。そういうプレーすんの？それ勝ちたいからね。まあまあ、やるよね。いや、普通に今のはあれ。出すと起き上がりに重ねてもリューフレーム取れないですよね。取れたりしなそうなと思うんですけど、どうだろう。おっと、ダウン確定。おい。さあ、バックステ読みで、でいい遅らせハンマーホールだったんですが、さあ、私、仕込んでいる。仕込まれてる。おっと、かかみ。さあ、これはきつい。ロックガードしてる。きつい。立ち回りがきつい。これがポチョムキンなのか。これがポチョムキンなのか。ガードしていって、とうとうチャンスが。さあ、まだガードしないといけない。まだガードしないといけない。相手のゲージがまだ15%ある。さあ、こっちもゲージ使って。さあ、ずっとカイのターン。おっと、いい隅できるかな無理だよねー。バックスできない。下げ重ね。おお、それも込み。読み合いの範疇。さあ、ガードしてる。さあ、立ち回り触られてる回数はね、ポチョムキンの方が圧倒的に多いんですけどね。なぜ勝ってるのはポチョムキン、ね。はい。なぜ勝ってるのは、ポチョムキン。年季が違うね。いやまあ今も相当やってますからね。確かに相当やってますからね。立ち回りだけの勝負になってるからな。はい。さあ、まあ、よし合わせる。おっと珍しいなアインマンに出しからぬ系だ。おっと読んでいる、はい、無理かな。さあ確かに逃げれない。はい、うわーっとポチョムキンが取り囲しているー。あー、はい、やったー、ポチョムキンバスター終了。マジか。アインマンも帝で一番強いと言われている回なんですけど、ポチョムキンのダストって重ねてもユーリフレーム取れないですよね。取れますよ。重ねたらちょっと取れるね。あ、取れるんすか。取れるんだ。持続結構あんすね。じゃあそう、持続がそこそこある。あ、6とかだったかな。持続6も、うん。皆さんこれ、皆さん勘違いしないでほしいのは、これを見て、あ、俺もポチョムキンを使おうと思わないことですね。ポチョ反則じゃないのこれ。これはね、ああ、これは勘違いしないでいただきたい。皆さん、このキャラは最弱です。ご自宅のモニターは正常ですみたいなやつ。あれ、これ俺の持ってるユーザーと違うって感じ。バランス調整されてる。意見通りですね。先に触られてる回数が圧倒的に多くなってしまうキャラなんですけど、まあ、今アインマンは2択を3回ぐらいやったんですけど、それを全部ガードしてゲージを貯めて、一発のコンボでやり返すみたいな内容でしたね。さあ来ましたね、このキャラ。エルフェルト来ましたね。さあ今のうちに今キャラ対策してください。今今キャラ対策してください。確かにアインマンポチョムキうまいですけどね。さすがに自分でポチョムキ使ってもできないんだ。あれはね、どっちかって大規模ですね。で、確かしゃがんでると当たんなきゃいいんですけど、まあ、ポチョムキは当たりますよね。やっぱりあれガードしたら大体向こうです。発生遅いから、これ結構きついんじゃないかな、この組み合わせ。結構きつそうに見える。かぶせりゃいいんでしょ。一応まあ禁煙じゃないと対抗できないですけど。きつい。何されてるか分かんない。さあシルダーガードするも、いやこれきつそう。きつそうだなこれ。そうね。これもう長い。そうだな。あれ当て鬼強なんで。なるほど。で、10連打がしゃがんでると当たんないですけど、ポチョムキは当たるっぽいんで。
まあ辛いね、こんなとこまでも判定でも撲滅とか言っちゃうの、まあ、まあパチさんに行った方がいいですね。おいやーこれきついな。そっから駒投げあるで気をつけてください。あーきつい。使っちゃう。いいなこれは。バストするしかない。先に技を。判定が強い。これも判定が強い。強っす。これも判定が強い。これ負けんの？飛び飛びだから。判定めちゃめちゃ強いですね。これ空中ガード不能なの？これ一応通常の判定ですね。すごいね。あの長さ速さで。ただお医者さんはねあれなんですよ。こういう負け方はお城さんこのゲームの稼働初期、まあ、全キャラに対してやってたんで、ね、負け方をね、うん、よくある話、はい、まあまた、まあ、新キャラが少なくてよかったねって感じですよね。でも3キャラだけどね。あ、まあ3キャラか。3キャラだったらまあ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 まだですよ。まだ精神的に、ね、精神的に、まあどうせ家庭用で触れるからさ。あ、まあ確かに確かに。そうそう、開幕何キャラいましたっけこのゲーム。10キャラ。これどうなってるの。ですね、アイカの。あーっと、じゃあこっち移動しますかね。はいはい、誰かがやってんのかな。そうです、誰かやっちゃったから。開幕…こっち向きに間違えた的な。いやいや、向かわせあんのかな。なんでじゃあこっち、こっちお願いします。 C 筐体まあ、お医者さんに限ってはね、最初いた10キャラを全部この状態で対策しないといけなかったんで、まあ、それに比べればまあ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 。ちなみにもう10ヶ月ぐらい経ってるけど、はい、嫁田に「えっそうなの？」みたいなやつが多いんだよね。ポチョミキ、えどういうことですか。これで勝てるだろうって技出すと大体負けるんです。ああポチョミキサブキャラで使うやつですか。そうそう、いやいや、え、普通ですか。普通に自分の知識の中でこれ勝てると思ってやったら大体負けてて、どこまでもどこまでも積みなきゃいけない。どこまでも積みんでいかないといけない。そうだな、これもきついだろうね。きつくないからいいね。うわぁ、やった人はちょっと抜けてもらう感じで、一試合やった人できれば部屋の本内でもらった方がいいですね。持った人が来てるんで。うわ、打ち投げ。うわこれもきつい。ちょっときつくないキャラいないから大丈夫。これもきつい。つながっちゃってる。中段がなぜか。しかもうめえじゃねえかこの人。やべえなこれ。お、嵐がいます。ちょっと待ってください。バンします。どうやってバンすんだ。これか。できるかな。間違えました。逆転。おーっと無理やり近づいた。おー投げ上がりよ。投げ上がりだけども、やべ、これさすがに最初ジョークができないと。そうだね、できないんで。どうすか。あーまあでも、きつい、きつい。いやー、これは負けたわ。これはきつい。結構やっぱ、そこはもうちょっと難しいですか、やっぱ熱帯すると。まあ違うね、感覚は。多分それに合わせないといけない。確かに。お、なんだ、こっちもずれてるぞ。どんどん部屋が埋まっていく。一度やった人はできるだけ出てください。お医者さんとやった人は抜けてください。だから今抜けろ、今抜けろ、今抜けろ。もう一回やりたいと順番待ちしている。今ダメだぞ。まあまあしょうがない、負けはしょうがないんで。まあ負けはしょうがないですね、さて。アインマンミリアとかじゃない、気のせいかな。アインマンミリア入ってきてるのか。勝ちにこだわっていく。どうなんやね、貪欲やな。アインマンのミリア
見る気ないんで、ちょっと今早く掃除してください。早く今。いや、わかんないよ。ビデオ掃除だけして。届かない。なんでミディアなんだろう。うわー、あれ2段目が中段なんで、今ので中下叩くってますね。だって和樹さん来ねえな、いつも撲滅撲滅って言ってるやからがよ。やからがよ。あ、なんか最近派遣をメインにしてるからさ、あの人。いやーす、読まれていて。あれさ、ビビってんのかよ。まあ、ビビっちゃしょうがないよ。ビビってんのかよ、カズキさんよ。言いたい放題言えるからね。何が撲滅だよ。リーダーが来ねえんじゃよ。おいしい。うわ、でマジか。いい確認。やはりアインマンのミリアはおお、その読み合いバックステさせる。おお、読めてる。はい、おお、はい、まあのけさんのけ。いやー、マジでやるね。もうポチョムキンのねセリフがね、はい、あまりにも対戦内容と合わなすぎてさ、確かにイライラしてくるんだよね。こんなもんかよみたいな感じですね。そう、うん、恋人モンスやみたいな感じでくるから、ね、めっちゃ大変だけど。一生ガードしてたじゃんって感じで。おっと、これはこれ JT さんですね。 JT シンなのか、新 JT なのか。新 JT かな。新 JT、 新 JT にもなんかそっちの方が強そうなんで。ニュージェネレーション的な感じかな。ニュージェネレーション的な。あ、これはわかんねえわ。え、野党なの。マジかよ。あれ中断。リクタタがリクタタに移行できて肉ゲージがあれば、お、リバーサ勝利をしたいかな。じゃあ延々と重ねよう。リクタガードしてんか。あー、無敵が出てきた。全員が無敵が出てきた。しょうがない、しょうがない。期待値勝ってる多分これ。あのスライディングしたら出てくるんですけど、それがガードさ、読めてて、ガードさせてこう、あの有利からしいね。直ってなんとかするか。おー、無敵技。はい、おお、やるな。さあ残りますよ、これは。ヘルファイヤーだけど残るでしょ、これは。中断です、中断です。これ上りジャンプです。上りジャンプに中断です。そっから人だけキャンセルしてくるんで。なるほどね。高はなし。爆殺してきよかったな。爆殺ですね。あとマイパンが強いですよ。攻撃判定は裏にもあります。おお、勝利をこすられていたのか。ナイス。完全だ、中断。あれも必殺扱いですね。うわー、分からん、これ仕事してる。確かに、JT さん全部出し切ってんな。でも、高はないっすね。なんか超減るな。あと、こいつ火力はめちゃめちゃ高いっすね。はい、読めてた。はい、そんな減んの。減るよ。減らねー。当たんねー。びっくりした。起き上がり時間の問題かな。逆転するね。マイハイカウンターしたとこマイハイ入るか。マジか、リオリチケット完璧。あ、スタム的当たったよ。そうですか。ガードするの嫌いだな、マジ。おお、これ空中できないの。減るね。結構攻撃判定上にありますから。はい、うわー、前ダッシュ。なんだっすね。わー、途中ダメです。いやー、前パンマジですよ、これ。ナイスガード。あー、早すぎた。降りてくるのちょっと遅いんじゃないですか。もっと下だけは出てない。あー、これきつい。あれ中断なんでね、気をつけてます。溺りジャンプに、溺りジャンプに。いやね、でもあんまスライディング使ってもないっすね、JT さん。結構スライディングが強いんですけど、はい。お、なんだ。あ、カズキさん来てる。あ、またダメなんだな、これ。一緒、違うな。ちょっと
ちゃったよ。また追い出されたようだが。あっち行ったりこっち行ったり。やった人は抜けてください。押田さんとやった人は。おい和樹。今 A の方にいるんでね。おい和樹来いよ早く。おい和樹早く来いよ。行きましょうじゃあ。順番が分かんなくなるよねこれ。まあそうする確かに。一やった人は抜ける。いや本当ね、こんなに対戦できると思わなかったね。ありがたい。やば、すげえ来てますね。アーケードじゃない、こうはいかないから。そりゃそうでしょ。そりゃそうでしょ。ポチョムキン対策、ね、みんな終わってますからね。対策。すぐ正解出ちゃうからね。ポチョムキンはこんな感じ。高さんじゃねえか、これ。あ、これ高さんか。これもミカドーズです、ね。超、最強スレ、最強、超。はい、超火力系スレイヤーですね、これ。ぜひ真似しないでください、この方のプレイ。この方、激しすぎるんで。お、高さんらしからぬ安定コードローさん。おきたー、高さんだー。高の内一本ですから。前に行くことしか知らない。高の内一本です、はい。おー、確定してる、ラッチ系に合わせて。ハムホール効きあるからのできるかできたんだけど仕込んでいる。今さらせてたけどジャンプキャンセルもしなかった。マチケンハンマーホール効きあん合わせる。うまさかってといううまさ。おっとガンダメだ。中田は止まらない。露骨で重ねに行く。あーダメか。おおてかみんな家庭を持ってんだな。できるかな。できたー。激ムズコンボ来たー。やりますな。おお、はけられたー。やべえ、高さが止まらない。大丈夫大丈夫。すごい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 。おお、いやー、何そのタク。後ろからなのに当たるかな。あ、当たんないか。うわー、止まんねー。悲しみだな。マジかよ、それ何の対策。うわすごい、何の対策だよあれ。暴れ対策じゃないかな。暴れ対策ですかね。ウケコンはオリズさんのハヤブサですね。あららら、仕込む。いやしかもタカさんのスタイルネット対戦強そうなのが強いね。タカさんネット対戦の大会だったら絶対出た方がいいですよ、はい。おわ、ハンマホール、危険かな、ハンマホール動き回る高さに。さあ仕込んでる。止まんねえ高さん。あの帝にいてこの色のスレイヤーが入ってきたら皆さん心を強く持ってください。おお、上げて、はいはい、当たれると思ってあーあー出なかった。ヒートがしょうがない。おいおいおい、恐ろしいやつだよ。タカサイクロン。タカサイクロン。危なかったな。家電みたいだね。確かに。スーとかで何でも破壊しに来るからね。じゃあ、ちょっと。あ、まあ、メンツ変わってると思いますよ。多分変わってる？多分変わってると思います。またスレイヤーだからおかしいな。多分変わってると思う。負けたら多分席どこか勝手にどいちゃうんで。結構対戦したけど、一回も儀式、あ、一回しかできないね。あ、まあ、バーストしてるからな。まあね、即場でいいからな。あるかな。4ブレード、4ブレードでちょっと安定しちゃってるかもな、ね。きついな。しかし、仕込み。しかし、大会だったら、ネット大会だったらそういうのはありえますからね。お、そうなんだ。あ、ネットだとあるのか。だってやはり、これも込みでやらないといけないんで、ネット大会という場合は、こういうのを確保して。込み込みっすな。さあ、バーストするまで待っ、ギリギリまで待っ、って感じしたが、はい。さあ、しっかり、こんばんは。状況判断だけがね、すべてだ。状況判断やばいっすね。やりこっちの出る技。ポチョムキは強化に見てしまいますね、これ。いやいや。井上までそんな、ツイッターみたいな、言われてる。撲滅委員会みたいなこと言われても。そう、お、来た。できるか。立ち回りからあれ儀式に入るとは。そう、ヒット確認して儀式するのが最近、はい、そこまで進んでいるのか。
あー確認したけどちょっと遅かった遅かったね、遅かったですね。ディレイ分かな。さあ一回やった人は手が出てください。おじさんとやった人は手が出てください。つってもあれかな、でも人数そろそろあれかな、まあ部屋埋まらなくなっちゃうね、街が出るからね。そうそう、大下さんとの出会いはどんな感じだったか、どんな感じだったあれ。でも最初あれでしょ、別のラスベガスだっけ、ミカドだっけ、あれ別ミカドだっけ。あ、いやラスベガスだったらキャスターな。新宿のゲームセンターの歌舞伎町にあるラスベガスっていうゲーセンがあったんですけど、 そこで初めて話したのかな、じゃないかな。ハギシャキシャ、これ何者ですかこれ、絶対強いじゃないですか思い出話してる暇ねえぞ今日の配信言ってる場合じゃなかった。今日の配信やべえぞ、レベルが高すぎてそういう話する時間ねえな、これ一瞬で体力が解けて、確かにちょっと気抜いたらこれだよ、ギルティーギア無理だ。あ、分かった、思い出話はあと思い出話はあとします。おお、ちゃんとコンボできてる、そりゃそうだよな、10段だもんな。10段は多分一番高い段かな。早い、まあ、早くて正解だからな。うわヒット出んかった、しょうがない。さあさあ仕込みながら、ああ出んかった、そしておっと、ボジョブリマスター、ごまかしていく。もうね、組み合わせが5分に見えますよね、組み合わせが5分に。あ、そうか、JT さん11だった。カードしている。さあ、剣が襲いかかってくる。直下している、剣も。ギャー、ジャンプリー。持続でやられた。さあ、この剣、飛び道具判定なんで返せます。おー、あー、この距離で。しかし、コンボに繋がらないぞ。直下している。悲しみ。おっと、ジャンプリー、ジャンプリー。でもできた、投げ。さあ画面端に頑張って追い詰める。投げてからのダスト、上に走る。許さないよそういうのは。はいはい、おっとバースト読んでいる、ちょっと早かった。はい、ダストはいはいはい、空中の投げが光る試合でしたね。慣れ初めどんな感じだったか、でも和樹さんいましたっけ、その時間和樹さんと話してて、小瀬さんあれ、そう、和樹さんの反対側にいて、そっから3人で話ちょっと話して、あの時はね、そうだね、そんな感じだったら気がするんですけど、俺和樹さんとチーム組んでる時じゃなかったでしたっけ、違いましたっけ、俺と、いや俺が和樹さんと会員さんとチーム組んでる、あーその時だっけ、その時に話したんじゃないですか。え、そもうちょっと前じゃない、もうちょっと、あのチームと組む前で井上の話が出てて、井上ってやつがいるけどっていう話になって、あー間でも和樹さんいたような気がするんですよね、いなかったかな、まあいたかもね、確かいたような気が。さあこれはね、ポチョムキンじゃないですか、 FAB なんですよ。あーっとコンソメ、コンソメ、コンソメさん、コンソメ来るか、ちょっとコンソメ来るか、家庭を持ってるね、恥ずかしめに行くって感じだね。まあミカノのね、おっと、あーダメ、あーダメか、しゃーなしやね。どっちかっていうとコンソメのポチョムキンの方が参考になりますね、ポチョムキン使える方は。おーミカノの屈指のモサプレイヤーとポチョムキンなんですけど、どっちかっていうとみんなポチョムキンこれから始めるという人はコンソメポチョムキンを参考にした方がいいですね。ちょっと動き方が、お城さんちょっと直が込みで動いたりするんで、ちょっと独特ですね。おっと、恐ろしい状況判断、恐ろしい状況判断お互い何もせんかって、それ知らないぞ、どうすんの。おー、前パンの後ろに当たる。どっちかというとポチョムキンの当たり判定はすごいね。あ、まあ、まあそっちか後ろにもあるからね、そういうもんだからね。恐ろしい状況判断でしたね。お互い立ち牌を出してハンマーホールしても確認して、帰還したのを確認して帰還という、こちらは二大巨頭ですね。だって、おー、よくガードした、やるね、読みがね、結構ね、あのズバ抜けてるんですよね、この勝負は。おー、危ない危ない。ちなみにね、あのスパフォーもやってたんですけど、バイソンで PP4000 とかいってましたね、確か4000だっけな、
結構スパフォーも相当強かった。うわー回されていた、しょうがないね。うわーすげえ読みや、ブリッツ読みの、おブリッツ読みのハイジャンプ弱地シャガハイとか言ってバグってんだろマジこれ食らっちゃうな、もう一生一生ターンが正直同キャラのなんだろうな、同キャラはね、補助武器同キャラだけ通常技が強くなるんだよね。確かに確かに、体はでかくて当たるんだしかも別にダッシュもねえし、差し返しもあんまないしって感じ。すごいね。さあ、和月さん来るか。あれ俺が、俺はどこに行ったんだ。いや、ちょっとどうしようかな。まあ、そっちっすかね。あ、でもなんかいけるいけるいけるよなってなる。来ましたね、撲滅委員長、会長らしい。会長、来ましたね、撲滅会長、撲滅委員会の会長が、これがね、押田さんをあの可愛がろうとしている舞台のリーダーですね。可愛がり、押田さんを可愛がりをしている軍団のリーダー。悪の親玉だよ、完全に。前は DT 使いだったんですけど、今回 DT がいないので、目を使ってますね、はい、うん、まあ、ラグってる方がね、多分ポチョムキが強いんでね。確かに、それはあるかもしれない。おー、どうするよこれ。ダッシュが見えないんですけどね、逆にポチョムキは。いや、きつい、レンジャーきつい。しっかり中段当たったら確認して前ハイでサイヤーを取りに行く。わー、戻ってきたー、すげー対策だ。しかし安いか。わー、しっかり調べてる。投げは避けて、さあ、リダンジャンプ、はい、あ、できんか、しょうがない。リダンジャンプにも対応して前パンが出てる。このね、メイのジャンエースがすごいんだよ。判定するんですか。レベル4でフラ、フライいくつかな、フラ5とかだかな。でもすごいんだよ、硬直全然ないしね、あれで、あのレベル4。さあ、上出る。さあ、結構こうなる。うわっと、手だ。おっと、もう 何を仕掛けるでもなく、手だで勝負してきましたよ、これ。あー、マイパンが出て一応入れ替わる。さあ、冷静に返す。はい。おっと、死ぬ。どうした、撲滅委員長。言いたい。撲滅委員長、頼むぜ。今、相当つまんねえって言ってるからって。確かに。こいつ、気持ちいいからですね。つまんねえな、このポチェミキって。もっとつまんなくするから。あ、撲滅委員長、ピンチ。撲滅委員長、ピンチ。あー、たまらなくなった、撲滅委員長。6K が出んかったんや。当たってる。当たってる。おっと、クラスゲダンもガード。さあ、セットプレイに行けないですね、なかなか。しっかり、デコピンに返してるので、トクトク。さあ、シャガハイ、ヒット確認。ガードされたの確認して、ハンマーホールブレーキ。あ、状況判断ですね。さあ、直下対策。SPK。使いじゃない。あらら。おっと、重ねが甘い。これは撲滅委員長が最も嫌う行動。リバーサーポチョムキバーサーです。さあ、撲滅委員長ピンチ。ウェイレッポも許さなくて、コパンスカシの。ああ、撲滅委員長が、まさかの。撲滅委員会を崩壊しましたね、これ。粉砕。粉砕しましたね。いやー、和樹さんだらしねえなぁ。相当いい顔してる、今。相当いい顔してます、多分。一回やらせろって言ってる可能性あります。まあ残念ながら1回でね、そう1回でね、でね、はい、撲滅委員長残念だな、ほんと出てください、撲滅委員長、撲滅委員長早く部屋出てて、あ、出てた、あ、出てた。さあ、どうですかね。さあ、ただもう30分ぐらい、そうですね、対戦したいんで、部屋は、まあ、2回目ありにしますかね。どうだろう、部屋がちょっと空いてきてるんで、2回目ありにしてもいいかもしれないですね。さあ、ここに来てベッドマンですね。結構ベッドマン戦はやったんだよね。あ、やったんですか、つぶさんってやってる感じ、ね、そうだね。あ、やばい、委員長切れてますね。グルポチョふざけんなって残念ながらこれネット対戦なのよね。委員長クソ切れてますね。壊滅しましたね、委員長。ラッキー。あ、トップレイヤーが。ああ、ユリフレーム、ユリフレーム。
で動こうとしたところに、おお確認している、当てに取られたの。これができるからね、当てに怖くない。あと、とてつもない技術。あタイミングをずらしたが、バックステをさせないように危険でタイミングをずらしたけども、ちょっと重ねが早かったか。え、なんださあ、当てにガンガン擦ってくる。前捨ての出始めが当てに判定があるんですけど、4フレ発生だね。4フレですか。うん、立ち牌を出して当てに取られたら、直認して危険途中の金バスやってました。すごい確認、空中浄化もしている。さあ、飛び道具取って、しっかり、いやー、おーっと、結構大味な牽制を振ってきましたね。さあ、今度は攻め方を変えてきたか。割と攻めてくる感じになりましたね。ラストしよっか。おっと、ネット対戦。結構ね、アーケードでも当たるんだよね。当たります、うん、ないだろうと思われるから。あ、まあ確かに、ポチョ、コマ投げか大気の2択やると思いますからね。あ、浄化してる。さあ、相手を逃がさないようにメガフェストを棄却から、ほい、でけんかー。あーっと、素晴らしいアドリブだったんですけどね。カウンター確認からのできた。あ、 今やりそうなかったですよね、今ね。あ、まあ、そうだね、ハンマーの負けでよかったね。癖だからこれちょっと、確かに狙っちゃうのは癖か。たまらず当てに起こしてくるも、ジャンプ D でね、しと。さあ、勝率高いですね、今日7割ぐらい勝ってますね。そうね、なんか思ったより負けてないね。いや、思ったより負けてないですよ ね、 ね、もっと負けるかと思ったよ。結構ネット対戦、逆にポチョムキンもきつい組み合わせかなと思ったんですけどね。あ、ちょっと丸を。お、はい、ネット対戦だから逆にあのバスターが飛びにくいんだろうね。ああ、まあそれも確かにです。相当飛ばれないよこれ。確かに。さあ、名誉はキャラランク的にどれぐらいですかっていうのもありましたけど、真ん中、真ん中ちょい上だと思う。うん、13しかいないからさ、真ん中って6キャラ前後なんだよね。確かに確かに、結構いちゃうのか。ほんとロイさんのツイート笑った。カズキさんマジ下打ちしたわって。ツイッターからお知らせです。しょうがないよね、負けると悔しいよね。わかるわかる。いや、ポジョムキンで負けちゃうね。ちょっと撲滅委員会も落ちたもんだね。落としかったね。差し込まれた、小足に。さあ、だから片目がかなり濃厚。ほい、おはい、体育目が遅いけども、ジャンジャンプ使ってたので。おお、確認できなくて。ああ、やりすぎ。やりすぎたな。あっと、ポチョムキン座れない。ちょっと開け込むがね、今回ゲーセンのやつとは違って、あれね、直ってバスターが限界なんで、すごいね。ああ、おっと、前半にする。ブリッツ読み。あ、ブリッツ読みか。そんな読み合いなかなかしないよ。でもまあ確かに、なかなかしないです。初見でする可能性があるから。あ、そうか、ヒートが取れるのか、ブリッツ。うん、そうそうそう。さあ、なぜかアクセルが速攻で画面端に。しかし、連戦撃を出すのによって、DB 出したけど、立ち入れました、ね。俺、詐欺飛びが詐欺ってない。確定です。え、確定なんだ。へぇ。もっとバストするしかない。しかし、危険仕込んでました。特別委員会っていうのは、あれですね、押田さんを、俺を落とし入れてね、その顔を見て飯を食う団体なんだよ、ね、団体なんですけど、まあ、今日は食えなかったですね。あ、そうです。俺が悔しいって思いをしたら、それが奴らの幸せなんですね。命の糧っていう、はい、逆にね、今回押田さんがおかずにしてしまったって感じですね、奴ら、朝飯前ってやつ。エイジは全部黄色には使わないですよね。一応コンボ全部使わない。伸ばしたりしますね。うん、コンボ7割だね。最近はハンマー危険やっても対応されちゃうから。はいはいはい。どうしても固めたい時とか状況変えたい時にしか使わないんだよね。おっと、ちょっと重い。そうっすね、ちょっと重いかな。おっと、でも安定したかな、2フレで。あ、ちょっと2フレと3フレは
揮してますね。2フレと3フレの狭間、ね、揺れてる感じはちょっとなかなかこれもまた難しいです、ね、揺れてると多分体幹がずらせないんだろうね。お便りってちょっと見ていいですか。来てるか分かんないけど、バックステを読んでからのダメか。仕込みしなくて、ね、仕込みはダメなんだよね。中央でね。おお、このタクきついね。ここからですか。ここからか。セーフ。じゃあこれ試合終わったでしょうかな。ちょっと質問が来てる。はいはい。何でも答えるよ。ハンマーホールブレーキが速すぎてすげえ機敏に動いてますね。しかも徐々に距離を詰めていく。ハンマーホールブレーキ最速で動こうとしたところにできんか。ハンマーホール、そうね。妥協コンボした方がいいのかな。そうっす、妥協コンボした方がいいかな。おっと、さあこれでジャボド、あ、ジャンプなんだこっち向き。怖い怖い怖い。あー、高橋死ぬ。やっちゃった。大丈夫大丈夫、難しいから。おー、死ぬ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 。いやもう意外にできないんだな。難しい、逆にね、こっち向きはうまい。金エス空振りしてるけどしっかり前パンで動き判断からの、うわー、やられた。バックスしてる。ジャンプピー。じゃあ一旦、お名前ゴッドさん、井上さん、FAB さん、その他皆さんこんばんは。こんばんは。私は撲滅の方は、動画勢として頑張ってます。これちょっと私よくわかんないです。イグザードが発表された当初キャラが、徐々に公開されていきましたが、もしそのままポチョムキンが公開されなかったら誰を使っていましたか。あとポチョムキンの、変貌について正直な感想をお願いしますと。ポチョムキンいなかったら、ポチョムキンいなかったらね、やってないまでありますよね。うん、いやでもね、ゲルティが好きだからさ、はいはい、ソウルとか使ってたかもね。ソウル、あ、直画するソウル。そうそう、まあ、直画しますよね。直画する、まあ、直画します。割り込む。あれ直画ボルカ野郎になるんだ。いやそれで余計乱入来ないですよ。直画ボルカ野郎から、いやいい加減にしようって感じですよね。怒られちゃうか。ポチョムキンの変貌について正直な感想。そうね、一気に変わっちゃったよね。弱くなりましたよね。え、そっちの、あ、性能的な話。性能的な変貌ってそういうこと。いろいろあるんでしょうけど、まあ、両方じゃあ言うとしたら、見た目はねかっこよくなったはずなんだけど。あ、そうっすか。服着て鉄仮面つけて防御力が下がったんだよね、はい、あ、そう、防御力下がったな。不審だよね。防御力下がったのか。そうそうそう、むしろ動きを阻害してる可能性が。確かに防御力下げた挙句、そうそうそう、ね、装備つけてるんだよね。で一応見た目的には好きなんですね。見た目的には悪くないと思うんだよね、はい、ロボっぽくなったし、はいはいはい、ね、ただずんぐりむっくりになったのが気になるね。あ、フォルムがこう丸くなっちゃって。ああ、まあそうですね、確かに。そうそう、リーチその他が短くなっちゃってね、はい、あ、一応この回の人が次かな。ほうほう、あ、まあそれやっちゃっていいのかな。いっちゃいましょうか。じゃあ曖昧曖昧に、ごめんなさいね、お待たせして。回の人すいませんね、ちょっとなかなかね、試合しながら返事するって結構大変だと思うんで。どうしようかな。まずそれはちょっと質問文全部読まなくてもいいかな。ちょっと待たせちゃうかもしれないんで、ちょっと質問の内容だけちょっとかいつまんで読んじゃうことにします。いいかな。あ、これ中村さん？あ、できんかった。あれ中村さんこれだったっけ？いや違う違う違う。違いますよね、あ、これだ。あ、これか。なぜ買いに？なんで買い使ってんだろう。僕間違えたのか？公開してますね。間違えたのかな？
間違えた可能性もある。独立委員会の頭おかしくなった間違えたかな。間違えた可能性もあるな。動き別に貝使ってるとこ見たことないしなから俺があんま見かけかねえけど、なぜ貝なんだよね。そうなんだ。トリシューラの使い道、わざわざね、なぜかチャレンジモードにトリシューラの使い道書いてあってさ、そこまで使ってほしいのみたいなねいや、それ使ってほしいでしょ。新技なんすから、新技。あらこれ状態をね。なるほどなるほど。当たってると危険出ないっていう。ああ、そうそうそう、当たってると危険。どうしようかな。ブクロのマサさん、じゃあ、まあ、とりあえず内容だけ。梅原さんのソロって対戦したことあります？やってるの？いや、昔です、昔。あ、昔あります。昔ある。あ、モア勢の時でしょ。ボルカブッパしまっくりって聞いたんですけど、要所要所でボルカは打ってきたね。そんなに打たないですよね。打つんですか？打ってきた。あ、そんな打ってきた、うん、まあ要所要所ね。要所要所か、はい。どれぐらい強かったんですかね。ただボルカ打つからさ、フルコンで死んじゃうんだよね、はい、ああ、なるほどね、はい、大味だったのか結構、うん、うまかったんだけどさ、はいはい、あとコンボがガンフレブリンガーがほとんどそれだったとかさ。ああ、はいはいはい、結構大味だったのかな。そうだね、ギルティを煮詰めなくてね。はいはいはい、本当にボルカめっちゃ強いソロだったんだな。よしよし、まあ、強かったからねボルカ。はいはい、確かに。さあ新キャラの対策をね今のうちに積んでもらって。おお高いまあ、多分これ手榴弾と一緒に本体が飛んでくるとそれだけできついって感じになると思うんだよね。一応対空が弱いらしいんですけども、ね、だから上からかぶせるのが正解だろうなと思うんだけど、そこまでいかないよね。確かに一応前ハイとかも結構攻撃判定上の方にあって、それもなるほど。これが結構だる気がする。なるほど、先置きで出してくるんですよ。対空になってる。あとショットガン構えてる時のこのエースが強くて、痛い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 。あれ投げれなかった。投げれなかったです。おっと、バースト使う早いですね。使うのまあありでしょう。バーストロマキャンの後ぐらいしか使うとこないしな。さあ、ガードしてる。これは覚醒かな。おそっち、あ、負けんのこれ。うわーって強え。チルダ気をつけて。危ない、つらい。なんとなんとダッシュ投げ結構きつそうだな。多分あの突進技に対応できれば。そうですね、センターだと有利取れちゃうらしいですけどね。うわー、立ち入れる。スライド、あ、爆死しない。あー、暴れ潰し確認している。難しいの、あー、やりすぎ。最大うわーとーポチャムキンバスターからポチャムキンバスターが繋がっている。そして最大とか言いながら全然繋がってなかったね。最初繋がった、繋がったとだけ、最初だけ。後半は繋がってたわ。いや、2回やったからな。あ、2回やりました今、受け身取って、うん、ですね、あと他にも、今作のソロでもぶっ放しボールかしまくりでも通用したりするんですか。今回のソロはね、必殺技にリターンが全部あるから、はいはい、必殺技をメインにするとはいはい、本当に強いね。一応あれかな、じゃあボルカ連打、ボルカ連打はさすがにあれなんだけど、そうっすよね。ボルカ以上に強いの当たるからね。マグニットかね。おっと、サンフレ、さあディレイがねちょっとね安定してないっすね。さあコマ投げ、しかしその代わりコマ投げは見ない。そう、コンボはできないけど、コマ投げはできるぞ。あ、まあ、同じロビーにバスターを、ま、回さない人のみっていう部屋が建てるらしいですね。カズキさんの匂いします。カズキさんの匂い、確かに。カズキさんの匂いします。ごめんね、カズキさん、勝っちゃってごめんね。やめたね、やめたね。お、タウナガニ、恥維持にして
何かをしたかったが、エースの間に突っ込んでくる。サーファンを直下する。いやいい勝利。ここから無理だよね。院長壊れちまったな。院長殴られすぎてパンチドランカーみたいになっちゃってるからね。じゃあリバサバスター相当嫌いなんだろうな。いや多分ね、ポチョムキンはそんな嫌いじゃないんだよって言ってると思うよ今。嫌いなのはオシダなんだよ。うわー、トバカ。いや、いい判断だと思う、この人。うわー、直下してる、直下すんの。ラガパン連打直下は結構難しそう。慣れだよ、慣れ。ないっすか。さあ、しかし、直下しながらも相手のタックをガードしてる。ガードしてる。ゲージがモリモリ溜まってる、おかげで。いけるの、これ。あ、できちゃうのね。出してますから。だよね。おっと、おっと、たまらずバスト。おっと、痛いの入れとしたら。さっきとあまりなかったですからね、位置的に。今、5フレとかなってるからね。なんかやってるけど。うわぁ。おっと、しかし残るところ。さあ、ディレイが2フレになったり、3フレになったり、5フレになったり。さあ、確認して。ラグのハンマー機関は強いね。おっ、あーダメかー。あー、間にな、間にちょっと痛かったんですが、まああれはブリッツを入れてるんだよね。あー、ブリッツ、うん、ハンブレで耐えてブリッツっていう。なるほど、なるほど、はい、おーっと確認している。他に人もあるかな。ルーさん、配信お疲れ様です。押田さんがポチョムキンを使っていて一番楽しかったシリーズはどれですか。あと一番強かった時も知りたいです。一番楽しかった時のポチョムキン。一番楽しいのはね、まあ、ACPR だね。あ、 PR ですか、うん、AC じゃないですね。 AC はね、上のキャラにめっちゃきつかったからね、はいはい、あ、テスターとかエディとかですか。エディとかね、はいはい、ミリアもそうなんだけどさ、テスターとか別に PR でもきつくないですか。 PR の方がテスターきつい。あ、いや、ピアノがきついですか。あ、そう、まあ、要はきつい質が違ってて、はい、ああそういうことか。そうそう、はいはいはい、PR はなんかこっちが頑張れば頑張るほど答えてくれたから、はいはいはい、こちらの金側がそれは面白かったんだよね、はい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 、でその分火力も上がって、はいはいはい、やり込み要素が、そうそう、やり込み要素がすごいあって、で、まあ、めちゃ強いキャラもいたけどさ、はいはい、うん、なんとかその辺も対応できたからさ、スラバもあったし。あ、そこスラバあったね。そうそう、スラバからのリターンがすごいあったからね。確かに、まあ、スラバ使ってるのお医者さんだけだったけどね、ぶっちゃけ。そうね、使ってる人いなかった。今のポチョムキン使ってるのがぐらいのレベルだからね。まあいるけどさ、ポチョムキン使い、ミカドに。あ、バスター回さない人は中村さんだったか。どんだけだよ。デモみたいになってんじゃねえか。回転回したのかな。デモ、デモ運動。うわー、リバサブリッツ、こいつやりやがった。やってなかったなと思って。リバサブリッツ、ブリッツはこれからもっと使っていくべきだと思うんだけどね。そう、なんか伸びそうっすよね、うん、間にここ直下するとブリッツ割れるとか結構全然ある、うん、例えばソルのね、ニエスタチハイとかチョクルといけるんだよ。へえー、そしたらかっこいいな。セット目だけできなくなるとか。いい透かし投げ。しかし、ね、難しいよね。コロコロ変わってるので、おお、難しいですよね。妥協ができない。わかる。しかしかなり肉で断定してる。リレー。さあ、なぜか途中で消えてしまう。煽りの塩。煽りの塩のはずなんだけどね。だったら消えないですけど。まあしょうがないね。あー、どこで逃げないかわからない。上でやっぱ読んで3ループ3ループ妥協。さあ、これで効果力。おっとータッチ系飛び防止だね。一番強かった時も知りたいですっていうのは、まあ AC ですよね。一番強かったのは一応キャラ的に強いのはね AC なんだけど、 ACPR もね完璧にやれば強いんだよね。
ああ、そうっすか。うん、ただキャラ相性で言っちゃうと、はい、AC ポチョの方が強いね。ああ、なるほど。うん、サガイスで落ちたんですよね、PR は。そうそうそう。それでコンボが伸びて、いろんなところからダメージ取れるようになったっていうのがね、強かったんだけどね。お、普段入ってきてるリスナーさん来ましたね。あ、そうなんだ。まあ、おじさん、見せてやってくださいよ。ポチョの強さ、恐ろしさ見せてやって。夢に出ちゃうんで、4フレとかだけ。一番辛かったのは煽りですか？イグザードだけど現在進行形でしょ。まあ、あれね、ゼクス時代とかいう話を入れちゃうと、そう、まあまあ、全然違うけど、ね、ちょっとね、まず使用キャラクターですらなかったんでね、ゼクスはもはやあれはゲームに参加してないレベルだったからね。もはや使用キャラじゃないんだから。ディジーにね、引退させられちゃったからねこれあかんやつやつとか言ってる間にそんなこと言ってる場合じゃなかった。確かに集中しないと。うわー、かなりね、お世話のプレイはかなり集中しないと成り立たないスタイルなんで、しゃべんなって。おっと、発展してこちょ抜けました。発展していたのがちょっと出なかったか。さあ、こう結構厳しい。おっと、リバーサークル投げ読んでいる。さあ、ここでハイジャンプ。こっち向きせかなりうまいな、この人。さあ、どうだ、ガードしてる、ガードして浮かしている。浮かしたことによって溜まったゲージを放出。あ、おっと、これ厳しいか。できるか。おっと、なんとか。さあ、これはまずい。ゲージが25パー溜まったか。もうハンマーホールすら使えない。溜まらず危険。おっと、読んでいたけど入らなかった。タイミング悪かった。おっと、たく読み合いが激しかった。泡がなぜか、泡上にしか移動させなかったですね。多分入力はしたけど、ラグってたんじゃないかな。逆に読めなかったけど。立ち配 FDB で、泡を跳ね返そうとしたんですが、この読み合いにははまらなかったですね。ガバナさん。さあ、ガード硬い。ガード硬い。この人かなりポジションが強い。ガードが相当。おっと、上回りタッチパン。え、こんなうまいのか、豚バラさん。あれ、こんなうまかったっけ。腕上げすぎじゃない、これ中の人違くない。分かんない、ポチョンキンだからじゃないかな。豚バラさん、マジで。え、こんな仕上がってたっけ、豚バラさん。マジか。使わせた。おっと、確認している。足場に直してできんか。あ、全然減らねえ、まあ、全然減らねえ。ポチョパスから、ポチョパスからしょうがない。マジ減らない。でもちゃんとやれば死んでたね。わーい。あ、そうか、ちゃんとやれば死んでた。さあ、ここ踏ん張りどこですね。踏ん張りどころ。先にダウン取られるとかなり厳しい。リーチかけられちまいます。ダウン取られた危ねえ。リーチかかった。ポチョ向きマスター。最後に頼るのはハンマー危険。いいですね。あの連携のみ強いです。一応その連携のみ、その連携のみきついから、みんなそれだけ対策して、ね、来たくなって、ね、何も起きなく、そう、起きなくなっちゃうんだよね。さあ、ダイレクト入ってガード直が、しかし飛びが出ていく。崖段タック、あ、ネット対戦など注意は見えないか。リバーサーはできた。リバーサーで返して。おっと、遊び中。さすがにピヨンないか。ピヨッターやるんだけど、この中でできんの？攻撃が。おっと、バータイポチョムキンバスター。キャンからの、サムガシコンボ。さあ、ネット対戦でも、ある程度努力できる。ある程度はね。おっと、寄っている。た後半は対応できたね。無限。この後でようかな。ひとみちゃんさん、FABさん、かずのこさん、こんばんは。いつも顔 TV 楽しみにしてます。こんばんは。
ひとみちゃんこんばんは。早速ですが、FABさんに質問です。ポチョの技を一つだけ調整できるとしたら何を調整しますか？ポチョ向きは大変でしょうけど、レオに浮気せずにポチョ向き一本で頑張ってください。応援してます。絶対コンソメ浮気するだろう。あ、これひとみちゃんってコンソメだよ。コンソメかよ。そうそう、あえて釘を刺しに来たんだね。変えないですよね。そうそう、変えるわけないよね。ポチョ向きですよねって感じ。レオはね、ちょっと触ってみるよ。あ、そうですか。触るだけ触って、キャラ替えはさすがにしないと。まあしないんじゃないかな。まあ、ポチョ向きの技一つだけ調整できるとしたら何ですかね。トリシュールですかね。やっぱ、いや、マイパンかタッチパンじゃないかな。あ、マイパンかタッチパン、もしくはバスターを、まあ普通の性能、あ、前の性能にしてくれみたいな感じでもいいんじゃないかな。確かに、この人かなり強かった気がする。お、使ってくれた。前面使いましたね。確認してしゃがはいにしたが、タッチパンが出てしまった。漏れた。ピョルンかな。ダウン取って、ラスト横ラスト、ピョルでしょう。ピョルはねー、ピョってか。ここでピョルがサポジョミバスター。バスかな。おっと、動きたくなるところにFDB を置く。さあ、しっかり見てる。ハンマーの飛びで待って、さあ、たまらずガードキャンセル。ネジゴージ吐く。このフィストで寄って、さあ、プレッシャーかける、プレッシャーかける。暴れてしまう。あー、難しい。バッター、おっと、オイルのせいで置き攻めがよく分かる感じに、逆に不気味な置き攻めになりましたね。さあ、しっかり爆弾をデコピンで取る。さらにデコピンで取る。なんと、おっと、これフリッツ。さあ、ガードしてる。さあ、FDB 取るところを狙ってレディを出す。守る、出し切って、おいしい、おいしい。ラスト使う。これはポチョ向きに回ってもいいラウンド。回ってもいいラウンドで。さあ、これは無理だね。さあ、お値段の大会が逆に楽しみですよね。ヘルティとか戦い方がちょっとみんなどういう工夫するのか。体育にされた。さあ、しかしバックストいいとこ出す。さあ、かなりポチョ向きの戦うまいですよ。おっと、固めてそろそろ慣れてきたかなと。ポチョ向きました。うわぁ、8K が。さあ、キキャンで安全に状況判断して体育。おお、そこはした時だけ割れる。吉田さんならではの割り延期割るポイントでしたね。さあ、戦い方はちょっとポチョ向きが、ファソガがちょっと若干変えてきたが、空中ブリッツで逃げながら、あそこに6回が出ればね。やられた。使う。さあ、ここで中断を出してくる。バースト使って、さあ、ダスト入ってちょっと残るか。さあ、バーストしない。ほい。さあ、キンバーを待つ。キンバーさせる、我慢できんか。ラッシュさん、カズノコさん、FAB さん、こんばんは。ミカドがホームの FAB さんに質問です。はい、高田の馬場はラーメンの激戦区だと思うのですが。そうね。 FAB さん、一押しのラーメン屋さんを教えてください。まあ、ゲーム関係ないですけど。そうだね。一押しか、結構ありますよ ね。ただね、はい、駅前の近くじゃないとね、はい、足伸ばさないからね、全部は回ってないんだよね。あ、まあ、駅前ですかね。そうそう、じゃあやっぱ高虎ですか。高虎、うーん、高虎安定だよね。まあ、うん、ただいろいろ食ってると高虎だけだと偏るなっていう感じはするんだよね。
一応ね、つけ麺で、あの、三角から徒歩1分ぐらいのところに、高田っていうつけ麺があるんですけど、そこは結構、あれです、濃厚なつけ麺なんですけど、結構、押田さんはそれこ好きですよね。ここ行ってみたらどうですよ、三角行くときは、よかったら。あら、よかった。まあ、おすすめですね。俺の空はどうですか、俺の空。俺の空も好きだね。だけど、どっちが好きって言われたら三角になって、あ、高田になっちゃう。高田ですか。それは帝は好きだわそうじゃなくてみたいな帝好きだったらあんな行かないでしょ、うん、さあ結構上から攻めてきますねラブリーザクおー直下してるゲージが溜まるゲージが溜まったからまあこれ危険ができるやかにかんセーフセーフ投げ出たおっとそこ投げで割れるの知っていたがおじさんしっかり出すおお。確定したいんだけどちょっと距離が取れたさあ画面見ていますプレッシャーをかけて危険からヒートエクステ無限の可能性ですこれ、はい、さあラムレザルさんもね結構厳しいと思うんですけど剣を取るラムレザルはね、はい、一番最初に設置した瞬間って縦か横しかないんだよねああはいはいはい そうだそこにデコピンは合わせやすいからそれを待つっていう戦い方はあれなのね、なるほど飛び道具取るポイントもちゃんと決めてるんですよねそうそうそうその後はまあ遅い方が多いから、はい、遅い方かなっていう感じでデコピンするとなるほどさあ画面を決めるさあ我読んで出し切ってさあなんかまだいっぱいゲージがあってポジョンゲームもあったゲージの回転率がほんと直画のおかげでいいっすねそうゲージ回収はねポチョムキンの唯一誇れる利点だと思うんだよね何のデメリットもないから普通にゲージも増やすいんでしたっけそうそうそう増やすい必殺技系が軒並み増やしやすいから、はいはいはい、ちゃんと当てると増える、うん、でハンブレも結構モリッと増えるから、はいはい、暇な時にやるといいんだけどハンブレは非カウンターだからああそうか下手するとカウンターでドンになっちゃうんで恐ろしいねだからまあ本当最速で出したりとかしないといけないんですよねハンバーグブレーキとかもちょっと遅かったらエンスカウンターして高いコンボとか入っちゃいますからそうそうそうひどい目に遭うと思いますハンバーグブレーキも最速でやってるのが大事なんですけどまあここもねお茶さんのやり込みでねちょっと後で聞いてみますか質問ちょっと後で聞いてみますかアマナーズバスト2振りだとねさあいろいろ仕込んでるさあ仕込み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 ボタンが忙しい歩きでも結構増えますかってゲージが歩きは増える方だね増える方、うん、メインはまだ決まってないですけどとりあえずそうですねおっとハンマーホールブレーキ早いから立ち消えて割れないジョニーみたいなジョニーのミスキャンみたいなとこですねさあいろいろ仕込んでいるおっと足払いやばいもうたまらず前足払いやばいってところさあエリアルまで行きたかったけどポチョンキンは浮きが低いさあ動きたくなるところに看板を出しそしてちょっとゲージが止まらない足りないかちょうど止まる確認いいですねあとねイグザードやっててね、はい、トレモで遅延が調整できるのはめっちゃいいんだけど、はい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 、なんか液晶普通の液晶だと、はいはいアーケードより1フレ早くてあそうですかそうそう、はいはい、オン対戦だとこれ遅延が設定できないからあ、はい、早い状態でオン対戦やらなきゃいけなくて、はいはいはい、大変なんだよねてかほとんど無理なんだよね、まあ、フレーム単位でやってますからねコンボとかそう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 そこ悩むなそこでなんか普通のオン対戦でも調整できるようにしてくれればさ、うん、みんなはかどるのにそこまでやるの難しそうだないやだってトレもできるからさ、はいはい、できるでしょ設定入れれば
でもお互いのやっぱ同意がないと。え、ああオンオンだけの人？どうなんですかね、お互いのなんかその片方だけっていうのは結構難しいんじゃないかな。そういうことか。でもそうするとアーケードゲーマーの方がオン対戦できないっていう、一番客じゃないのみたいな。まあ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 、まあ、それもそうですけどね。まあでもアークさんの場合やっぱアーケードで大会やってくれることが多いから、結局家庭用勢がアーケードに合わせるとか、アーケードが主戦場になると思うんですけどね。そうだね、そこは本当アーケード的にはありがたいと思います。さあかなり攻撃的なソル、おっとダストで黙らしね、おっと、わあっとジャンプが出ちまう。いやーやっぱりね、できんね。さあ重りジャンプエースで空中投げを回避する、そういうかなり空中戦やってますね、しっかり。さあ相模ドライで限定でつながる円安立ち合い、おっと足払い一戦、足払い一戦、ケツナは笑わねえな、もちネタ的な部分があんまないから、ね、まあ、割と真面目に対戦してるからさ面白いことができないよね、悲しいこと。いいよ、いや、おささんがね、真面目にプレイしてくれることによってね、このギルティのね、こっち向けの可能性がね、見えてくるんで。できんかった。おーっと、ケミガリ、さあ、ちょっと残るが、さあたまらず腕際でやるが、あっと格判え、それじゃ入んないですか、ちょうどいいですか、これがちょうどいい。あ、ちょうどいいんだ。あとはマイケーとかもできるけどね。あ、はいはい、やり込みの格判だったわ、あれやらなかったら立ち配もギリ当たるか当たらないか。あ、そうなんだ、距離的にもう無理なんだよね、マジやり込みだったね。え、いいんですか、私なんかありがたいです。どっちがいいですか、つってもまあ水あるんですけど大丈夫よ、大丈夫、ありがとうございます。僕2個いただいて、俺2個いただいちゃっていいですか。いやいや、お嬢さん、お嬢さん見つかっててそうそう、あ、来ましたよ、クッシュの初めてのクッシュのキス組み合わせ来ましたよ。いやーこれ5フレとか出てるけど大丈夫か、はい、ラグザポー、側が涼しい、ラグザポーとかどうなんだろうね、難しそうだけどね。あ、ラグ結構あるんだけど、3フレぐらいある。いやー、これは厳しいか、結構ね、座頭戦は攻めの合間を縫って切り返さないといけないので割とラグくない方がいいんですけども、やはり回線の相性はどうしようもないですね、相性ですから、ね、さあ、これはきつい、これはきつい。さあ、中段択、これは厳しい、これはもうダメ。そうね、6で安定はきついな、きついですよね、ちょっと何やってるかよくわかんない。時間帯によってね、回線の相性悪くなるかもするんで、そこはちょっと厳しいですね。反撃開始だ。だったらバスターを多めにしよう。おっと、飛べまい。ネット対戦の戦い方覚えてきてしまったぞ、藤田さん。そうね、ネット対戦の戦い方覚えてしまったぞ。そう、相手もそう使うんだから自分も使わない。まあまあそうなりますよね、確かに。無限の可能性。さあ、これ来て、分身を消していると反撃開始だ。おー、あー、読めていたけど早すぎた。ラグを考慮したばっかり、逆に今度はおっと無限で勝ちますね。勝てたね、カズキさん、ブチ切れじゃないですかこれ。撲滅委員会怒らしいですよ今勝すぎだろって。いやいや、そんなに勝ってないでしょ。いや、まあ言うて勝ってますね、8割ぐらい勝ってんじゃないか。じゃあ今ここにいる人全員で一回対戦を終わりましょうかね。じゃあですね、このよ今残った4人の方、4人の方でちょっと、じゃあ、あっと1人3人だった、切ってしまった。じゃあ3人の方、3人の方で一回じゃあ切ります。いいですかね。違う、ベッド負けましたね。あとお便りもね、1個ね、これあるんで、ちょっと読みたいやつがある。
ちょっといきなりちょっとずいぶん航空でタスクって言いますよね。タスクいいかな。おっと割れるとこしっかり熟知してやれ。直下しないと割れないんじゃないか今のは。直下の魔人ができる。いやおっと別返し下がちょっと向こうの金をしっかり見てたね。遅らせ出しましたね。どうかな。やっぱり出すと当たるよね。さあだって。さあ飛ぶ。さあ歩き早いですよベッドママ。さあ差し下段ガード。さあ攻める攻める。おっと着地をしっかりコンボ入れて。さあおっと機関仕込み確認して。むしろ今のは仕込みじゃなくて。ロマキャンだね。指定ロマキャンしましたね、バーストすごい集中力。おや、歩き投げ。歩いてきましたね、開幕前投げを狙ってるか。ヒートが出ない。最後の一発、あのただまだ最後の一発を直下してタッチパン暴れという職人芸見れましたね。さあ、こっちはゲージがないんで、確定です。さあ、レゴピンに返していく。飛び道具よけたけどマイパンタイクうまい。おっとあれも飛び道具判定なので返せます。さあ画面しっかり見てる。さあ高いコンボピオール、ピオリチケイさんバッチリからのポチョムキンバスターで KO。 いいですね。この辺はやり込みで、やり込んでますね、やり込んでますね。これはベッドマンの当て身裏回りの対策は知りたいですって言うんですけど、ポチョムキンだとね、はい、まあハンマー仕込んどいて、うん、裏回れた瞬間に帰還するとこっちバスター回りで相手の投げ回り以外になるから、はいはいはい、それで対策になるんだよね。全キャラ共通の対策ってありますか。全キャラ共通だとやっぱりなんかキャンセル必殺とかやろうとするから、そこで帰還入れて、うん、で裏回ったところにこっち有利な状態で技振ったりする感じかな。ああそう、帰還するのはこっち有利なんですね。そうそうそう、はいはいはい、ただ向こうは無敵だから、はいはいはい、そこで何してくるかによる。ただまあ一方的に負けることはない。うんうん、おありがとうございますと。いえいえ、おさすがしバーティハイ対して前ハイ対してさすがしのバーティハイ細かいですね。ポチョムキン同キャラは急に別になりますからね。しかもお互い攻撃のリーチが長いので、長いくせにフライ判定でかくてっていうのがあるんで、割と差し合いというよりかは殴り合いになりますね。さあ、マジに打ってみて。バス打って待って、駒投げ。一応バスター間合い以外で待ってるからで、あ、向こうのバスターの 外の距離で待って、バス捨てのタイミングでちょっと歩いて、そうそうそう、駒投げと。なんというやり込み。あ、で漏れた。ごめんなさい、しないとね。ハンマーボールが漏れた。さあダウン取って、さあタッチパンからしゃがみ系でパーティーガード崩しに行ったが、手堅くしゃがみガード投げられた。さあガード、中段ガードしました。さあ確認前パン、うまい。しかし減らない。おっと立ち上がりカウンター確認。さあバーストも4で、もう当たらない。さあ、ともに。さあ、手付けない。前パンで冷静に対空。いいですね。置き攻めがちょっと面白かったですね。うん。さあ、次のスレイヤーの方でラストですかね。次はラストで。一回ちょっとネット対戦を。終わりますね、今回は。今回エクステンドまで出すけるのは普通ですよね。普通ですね。ダウン取れないですよね。そうそう、普通の派生なしヒートはデデデンボンで吹っ飛ぶだけなんだよ ね、 そうですね。ダウン取れないから、どちらにしろ吹っ飛んじゃうんで。そうそう、エクステンド出すしかない。
さあ最後の相手スレイヤーの方7段ん、あ、これボックスでした、送ったね、送ったね。さあ、バン微妙にラグったりラグなかったり2から4がね、ちょっと移動しますね、最初悪いか。さあ、基本コンボ来ましたね、スレイヤーの。おっと、ジョグガーから小腹投げ。さあ、届かないの見越してとりあえずローマンキャンしましたね。さあ、ダスト。さあ、ネット対戦を利用している。これはかなり上手い戦略。さあ、下段卓。お、さあ、ちょっと動いてしまったか。できてる。コンボしっかりできてますね。さあ、とりあえず無敵技。おっと、駒投げからの確定してしまったか。コンボ読んでいる。さあ、浄化してる。かな。さあ、中段ガード。さあ、ここでデンジャー。おー、もう一回ジャンプで中段になった。連打したー。迷いましたね、今。こう、ボルトディフェンスした、あ、これね、中段なくなりました。え、中段じゃない？そう。なんでそんな調整したの？そう。ちなみに、はい、隙はカウンターになりました。そうなの？弱っ。さらに、左右移動できなくなりましたんで。そうなんだ。中段じゃなくなったんだ。カウンターかしか。さあ、仕込んでいる。ロケテの時はね、ダウンですらなかったんだよね。そうすると、それに比べれば強くなったのか。支配カウンター確認。さあ、高い。おっと。さあ、ちょっと早すぎたか。さあ、スレイヤーのタイルが見る見るうちに。できてる、すごい。ちゃんと仕込んでましたね。仕込んでたというか。見てからだったかな。うん、じゃあちょっとね、面白いちょっとお便りがあったんで、対戦の前にちょっと、ありがとうございます、最後の方。じゃあちょっとロビーから出てもらって、一旦出る、はい、バツかな、三崎だからな、三崎、二戦で三崎に試合選手、はいはい、まあ、別に荒らすからな。俺はこの現役勢だから負けたくないとかそういう気持ちはあんまりないんで。あんまりないでしょ、ポチョムキ使ってそんな、そこまでやって発狂してるからね、うん、勝ちにこだわったらもう完全に死んでるから、うん、全国大会ベスト8まで行きましたから、そこは意地で、そこはね、そこは一番感動したな、ポチョムキンで。いや本当にね、行くっていうの、よくこのキャラを作ってくれたわと思って、ね、わあ、おせさん真剣勝負だからな、はいはい、ちょっとやっぱ違うな画面のあれが、あ、これね、バテるはいよ、荒らすよ、お医者さんに荒らされたらいいや、正解で荒らしたわよ、お医者さんには荒らせ荒らせまともに勝つのは無理だ。マジか、うまっ、待って、やる、おお、やる、期間強いですよね。しかも俺味方行った時って大体お医者さんに記念ランジして帰るんで、こっちも記念投げできるんですよね。あー、投げれんかった。風が早い。あー、確定した。確定した。ダメだー。難しいです。そうね。今風のコンボしてるね。知ってるね。殺しに来てる。いやー、押しの感じは真面目にやらない。勢いだ勢い、まともにやるんじゃねえ、まともにやるんじゃねえ。コマ投げがきついですよね、ポチョムキンは。結局ポチョムコマ投げキャラなの。
そうだね。ここですね、ここ。くそー、しかし俺が頑張ることによって撲滅委員長が喜ぶのがちょっといただけないですね、これ。あいつはね、ほんとね、すべてを喜ぶから、俺が苦しいことをすると。ね、カフェさんすごい。にっこりですよ。おし。やるち。うわ、届かねえ。しょうがないね。話されるね。マジかプライニングか。やばれてる。無理だよな。無理だよね。無理。多分バレたらやられるとバレたら。バレる前にやったでしょこれ。バレたもん。あー、うめえ。バレてるバレてる。ユニクでも取られてるんですけど、ハンマーホールブレーキ早すぎて。マジか、確認してやがる。なんだろう、確認してるぞ。あ、それダメね。はい、あ、使わないか。ダメだよ。バレてる。今日はじゃあこの辺かな。いちいちにしちゃう。頑張ってきた。バレてきたぞ。やめな、バレんの早いな。対応しないと生きていけない世界できてきたんだよ。いや、おじさんマジ外国の大会行った方がいいわ。二先とかのが強そう。バレたな。マジかこれ。あ、初見当たんのに。あぶねえ、こっち忘れなかった。あら、やっちゃったー。します。話です、これ。話プレイ。うわー、バッカーね。気にしてる。キャッチャーリリースしちゃう。急にラグがなくなってくる。お茶だもん。うえー、マジか。マジか、うまい。できるかな。確定からの、いやもう無理。ああ、それ無理。さあどうなる。はい、あー、ダメかー。投げる。あー、バレてる。残念。マジか、マジか、バレてるか。対応力の鬼だなこいつ。バレてる。あ、はい、バレてる。やべー、これやべー。ポチムキマスターからポチムキマスターに。あ、やべー、期待に応えなかった。やる。確定はこっち。やる。ダッシュ出なかったか。あ、かぶっ、知ってる。あ、飛びたいでしょ。それくるか。いや、人呼びさせてもらったわ。僕も委員会だよ。俺も撲滅委員会入れてくれ、かぶっさん。やめてくれ。ボチムは強キャラだと思うぞ。井上壊れちったか。じゃあ今日こんな感じですね。
あ、じゃあこれつけとくか。じゃあちょっと今日ギリギリこれでおしまいなんですけど、ちょっと宣伝入れてやっていいですか。あ、はい、どうぞ。どうぞ、先に長いですか、短い。じゃあこれでいきますよ。実はですね、これどう説明する？物を見せればいいんじゃないですか。ですね、まあ結構最近海外の大会行くんですけど、その海外の大会の、まあ、格闘ゲームの、イベントを取材している作者の漫画家の方がいまして、その方がちょっと漫画を出すということで、突撃隣のプロゲーマーという、まあこれ火曜のトパンガ TV でも、勝ち下がり TV でもちょっと宣伝したんですけど、まあ、こっちでもちょっと宣伝していこうかなと思いまして、はい、まあ、プロゲーマーの活動について、書かれている、漫画です。これね、こちら発売日が、12月17日に全国の書店で置かれるそうなので、プロゲーマーの活動に興味ある方、はい、面白いって話。ちなみに私います、ここ。あ、いる。なんでこんなちっちゃいところにもうちょっとでかくてもいいでしょ。ここに来てるかな。僕もここにいるんですけど見えないだろうな。ちゃんと本編いましたよ。本編いました。あ、本編いるんだ。読んでないですか。いや、読んだんですけど、そんなお客ですよね。いや、でも結構重要なところに行ってた、うん、まあ一緒にエボ見たりもしてたんで、応援とかかなりね、その海外の大会に本当に来て、うん、実際にプロゲーマーの方たちと一緒に行動して取材して書いたやつなんで、ガチガチじゃん。もうガチガチの内容になっております、これ。相当面白いってなんか言ってたよね。そうですね、かなりこっちからするとかなり詳しく書いてくれてるんで、うん、大会の時にネタとかそのプレイヤーがどんな心境かっていう、面白いね。やつなので、興味ある方ね、12月の17日全国書店にて発売、乞うご期待。カミングスーン。こんな感じかな。じゃあもう一つね、宣伝があるんですけど、ちょっとおじさんごめんなさいね。どうぞ、はい、じゃマイクもう一個ありますか。空上げちゃう、でかい。あ、結構でかいな、でかい。A さんがね、結構きついですよ、俺の A さんが。はい、はい、毎度どうも。カメラ映ってます、そこ。まあいいんじゃないですか、別に今日そんなカメラなくても。じゃあここでいいか。はい、ということで、お世話になってます、堀の絵でございます。まあ告知というのもですね、はい、特に新商品というか、まあすでにもう出てるものなんですけれども、はい、まあ、先週イグザードも発売され、まさかこちら、うちもこちらですかね、はい、これこれ、まあいいかな、見せなくても。それは見せましょうよ。見せます、いいっすけど。見せましょうよ。ちょっとまあPS4 用のスティック、新しいやつを発売しましてですね、リアルアーケードプロ V4 サイレントハヤブサミッドナイトブルー、はい、ということで、まあ前に出した専用モデルの色替えなんですけれども、ヨドバシカメラ様とか、ビッグカメラさんとかソフマップさんとかで店頭で手に入るようなモデルになりました。で、まあ、値段は全く同じもので、専用版と、あとは、まあ、前から出してた、リアルアーケードブル V4 ハイブサですね。こちらの2種類が今、好評発売中なんですが、おかげさまでですね、結構今、薄くなっちゃってるみたいで、一応、月末ぐらいにまた入荷しますので、ちょっとぜひですね、年末のお供に、はい、対戦のお供に、使ってやっていただけると嬉しいなと。いう感じです。よかったですよね、うん、こちらもね、これね、使いやすくて、実は堀の静音スティック持ってんのかい。ありがとうございます。買ったんだよ。ありがとうございます。うわ、それで毎日ね、儀式練習してるから。ありがとうございます。儀式ができるのはこのレバーのおかげ。さっきできてなかったじゃないですか。いや俺はだってね、これだとやっぱ
はかどりますね。あ、そうです最高、まあ、最高です。井上の説得力ってどこに行ったんだ。いやいやいや昔はね、昔はこんなんじゃなかったはずなんですけどね。え、昔からこんなんだった気がする、うん、そうですよね、うん、いつもこんな適当で言ってたよ、ね、あ、ほんすか。いや、騙されただけです。マジですか。はい、これが井上の味だと思ってた。そう、これが僕の味です。なるほど、はい、適当作品が井上だよね。まあそんな感じで、あの、はい、プレス4用と3に両方に対応しているスティックなので、まああの、はい、今後のことを見てみると、まあ来年にあのデッドアライブも発売も決まったりとかしてるんで、いろいろ格ゲーやっていくにはいいかなと。あとなんかウルフォもプレステ4で出るとか発表されたので。ああ、はいはい、発表されましたね、うん、あとはスト5でしたっけ、いつ出るか全然わかんないですけど、まあそういうのもあるので、ぜひですね、今後のことを考えても、おすすめという商品になってますので、ぜひよろしくお願いいたします。あとはまあエグザードちょっと出てないんですけど、 Xbox360 用の最後のスティックのファイティングエッジ、これもまだあと本当にちょっとだけ残ってるんで、もし360のゲームまだやってるという方がいらっしゃったらですね、これが本当最後で、もうちょっとパーツもないんで、本当これがラストになるんで、ぜひお見逃しなくという感じですね。あとは、まあ、うん、ちょっと最近新商品結構ドタバタ多いので、まあ、ぜひちょっとホームページ見ていただけると嬉しいなという感じで、はい、いろいろやってますね。まあ、ちょっと今日ね、いろいろちょっと一通りやって結構疲れきっちゃってて、ね、なんかだいぶなんかぼーっとしてるんで、さっき寝てましたからね、うん、そうです。いや今日もだから本当は来るつもりじゃなかったんですけど、あの帰りの電車に乗ってたら寝過ごして終電なくなっちゃったんですよ。いや、もっとこうアクティブにお願いしますよ。アクティブに仕方なく来たみたいな。全くことしなかったですよね。これね、本当にね、あの音が小さくてね、はい、気に入ってるんだよね。最初ね、あの、あれちょっと違うかなと思ったけど、はいはい、すぐ慣れちゃってね、はい、結局あこれでも全然できるし、音小さいしいいじゃんと思ってやってるんだよね。お世話ありがとうございます。実際のね、体験した感想は重要だと思う。あ、まあまあまあ、そういうこと、かそういうこと最近カズオコさん言ってくんないですよね。なんで嘘言ってんでしょ。いや、すげえ完全に落ち担当なって、ね、いやいやいや、音全く出ないし。いや、音は出てるけど、いや、まあまあ、全然気にならないレベルなんだよね。そうそうそう、すげえ持ち運びにも便利だし。え、いや、便利、いや、外国で開けば持ってきてくる。軽い方ですよ、軽い方、軽い方。向こう使ってるじゃないですか、海外行くとき。いや、使ってないし。女使ってないし。カズノコの説得力。使ってないし、いや、でもね、でもこんなカズノコさんがね、ちょっと先週、はい、ちょっと持ち上げる方行っていいですか。あ、いいっす、いいっす。先週ちょっと帰り道一緒だったじゃないですか、トマンガリングさんの後に。はい、で、結構長いこと、あの、二人で電車乗ってたんですけど、またね、このカズノコさんのね、格ゲー業界論。こうね、全然配信に載せないね、こう熱い思いをひたすら語り続けてます、ね、が出てた。え、俺なんか言ったっけ。覚えてない。なんでそんな、いや、後悔する話じゃないですよ。そうでしたっけ、うん、皆さんが思ってる以上に相当真剣に業界のこととか自分の立ち回りのことを考えられてる発言を結構されてて、正直個人的には結構びっくりしたんですよ。まあ今回ね、おじさん呼んだのもその信念に基づくものだったかな。ちなみにどんな話か聞いていい？いや、それはね、恥ずかしいんでね。ああ、恥ずかしい。割とね、俺が恥ずかしい系の話、いや、むしろそういうのって受けると思うけどね。いや、そこは面白いと思うんだよね。配信するとあの安っぽくなるから。あ、なるほど。あえて言わない方が面白いです。じゃあオフレコで後で。じゃあオフレコでまあそれなりにマッサージ。そういうのは面白いと思うんだよね。まあ、でもそんな感じで結構最近、ね、やっぱりそのイグザードもそうですけど、その前にも電撃も出たりとか、はいはいはい、いろいろ格闘ゲームもありますし、まあ、格ゲー以外のゲームも、ね、いろいろ出てますんでね、まあ、いろんなゲームを楽しむためにいろんなハードがあるということで、はい、しパソコン壊れたんで、なんか G 中さん紹介してもらえないですかね。そんな感じで、まあまあいろいろこうゲームある中のみんなで楽しんでいければいいんじゃないですかね。じゃあ金子さん、お家お願いします。え、お家今日まだ先は何かあります？いや、まあ、落ち、いや、まあ、もう落ちなんですけど、いや、もう落ちなんですけど、今日のエンディング、さよならっていうのはちょっとよくないですね、ゲスト呼んでるからね。今日は押田さんのね、ハイパーなプレーが見れたんでね。いや、こちらこそ本当に呼んでもらえてありがとうございます。何かね、ポチョムキンに聞きたいこととかあったらツイッターで聞いても大丈夫ですかね。全然、うん、さんね、うん、答えちゃうんで、はい、ツイッターそのために持っているんだけど、大体ネタ発言と撲滅委員会との攻防が撲滅委員会との口論がね、そうそう流れてくっていう、いや、主に一方的に受けてるだけなんだけどさ。はい、まあまあ確かに一方的に喧嘩打ってきて、一方的にこう、うん、そうそう、こう追い払う感じですよね。本当すごいな、撲滅委員会は。あとはまあまあ俺のところは置いといて、あとはそうですね、イカドで
まあ、結構ギルティ流行ってるんですけど、イグザードが、火曜とか水曜とかも今日大会の種類分かります？一応ミカドで、ああミカドの宣伝、はい、ミカドは火曜日に今ランダム2音からランダム3音やってて、はいはい、初中級の人も混じった感じで上の人と組んだランダム戦をやってるんでね、はいはい、でそういう人と組むと、結構アドバイスするから、うん、いい体験になると思うんで、火曜日は割とおすすめです。で、そうそうそう、はい、で本当の交流会は水曜日にやってて、はいあはいはい、初中級がいっぱい来る、はいはいはい、今までの1週間で一番の人が入るのが水曜日らしいです。あ、そうなん、そうそうそう、なんか40人から50人とかいるらしいんですけど、人多すぎて自分は対戦できないから自分は行ってないっていうね。あ、まあまあ、むしろムーミン谷に悪魔が来る感じになっちゃうんで。まあまあ確かに、まあ、強いからそうそうそう、まあ、お医者さん1年18年来てもね、そうそうそう、まあまあ初中級大会なんで、ね、まあ投げとか言ってるらしいけど、まあまあ、うん、まあ一応でも分かれてるんですよね、その制限、一応分かれてる、そうそう、制限台があるから初中級も安心して、はい、なんかコミュニティ作ってやってるらしくて、はい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 、すごい楽しくてわけあいあいでやってるらしいんですよ、うん、なんで初中級で水曜日ちょっとやってみようかなと思った人は、そうですね、帝王から帝王にそう遊びに来るといいと思いますね。水曜練習とかいいですよね、うん。で木曜日がもう完全な、木曜日は完全ガチガチ対戦なんですけど、最近は人が減少の一途らしく、あ、そうなんですか、シングル戦でやってるんだけど、なんか割とネタ戦みたいになっちゃってね、できればね家庭本当は木曜日が一番すごい人がね、そうそう、来てるはずなんだけど、ピリピリやりたいですよね。みんな水曜日と土曜日で大会やってるからそれでいいかなみたいになっちゃうね。まあ土曜もそうっすね、3オンでで金曜日抜けて土曜日に3オン大会やってて、今度はそれ土曜日だからみんな人いて、でみんな対戦できるから人来てみたいないい循環になってるから、それで帝が一番いいのが水曜土曜みたいになってるね、うん、じゃあイグザードね、家庭用で興味出た人とかいたら帝さんの方のねその辺の曜日行けば楽しんでいけると思う、気になった人は聞いてくれれば、お茶さんもいますからね、いるいる、声かけてもいいですよね、うん、全然いいよ、おい、ハッピーエンド、終わり、終わり、カズロコさん、じゃあ今日は本当にさん、あれ、ジョニオさんがミカド来てよって泣いてたらしいですよ。泣いてた、どういうこと。あ、まあ最近全然行ってないですから ね忙しいもんね、体操も全然行ってないんで、だから別に、あ、そういうこと、ゲーセン自体がゲーセン自体はほとんど行ってないっていうか、あ、まあ、僕はこっちで盛り上げていくんで、そうね、まあ、盛り上げる場所をちょっと変えるだけで、はい、みたいな、お互いはお互いで場所で盛り上げるのが一番いいと思って、なるほど、はい、じゃあ、まあ、一応暇があったら行けますんで、じゃあその時はね大丈夫かな、じゃあ方向かな、これ、はい、恥ずかしい話ですけどな、ありがとうございます、こちらこそ、はい、ありがとうございました。いや逆か、これ こっちがありがとうございます、本当は逆だよね、ありがとうございました、締めはこっちで、はい、ありがとうございます、あ、こちらこそ本当に楽しい時間で、はい、ありがとうございました、どうもです、はい、またね、来たんだね、さよならやべ、終わり方わかんない、終わり方わかんない、さよなら、さよなら、なんでこの仕事やってんだ、いやいや、さよならさよなら、いやいや、難しいわこれちょっとこれ難しいわ